おはようございます。労働者の朝は早い。そんな感じですね。今、7時39分ですね。7時39分。朝トラですよね。いやー、無職の諸君は元気ですか？諸君は。毎日ダラダラして。どうですか？国民の三大義務。納税、勤労、教育、勤労果たしてますかねっていう感じですね。まあ、いきなり一日バイトしただけでこんなに変わっちゃダメなんですけどね。まあ、無職は無職で、私はね、何回も言ってますけど、適職がありますから、無職を続けられるっていうのも才能だと思ってますからね。だって孤独に耐えないとダメでしょ。それで孤独に耐える、そしてお金がなくなっていく恐怖感、これにも耐えるっていうこと、これ才能しかないですよ。で、時間潰せるっていうのも才能ですよ、これ。で、まあ時間潰せるっていうか、まあそう、なんだかんだ言って精神的にね、落ち込んでたら才能とは言えないですけど、明るく楽しく無職ですって頑張ってる人、これは本当才能ですからね。だ、それはそれでいいと思うんですよね。いろんな生き方があるから。まあ私はアルバイト始めたわけなんですけど、昨日ですね、その企業の方からメールが来たんですよね。これ添付して大丈夫だと思うんですけど、あんま危ないことはしたらまずいですからね。企業にも会社の方にも迷惑かかるし、私も危ないですから。で、会社の方にですね、まあ、正式にパート社員として内定しましたっていうことで通知が来ましたね。まあ、パート社員って言ったら、なんか違和感あるんですよ。いや、ちょっと待って、アルバイトで申し込んだのになって。すごい違和感があるんですけれども、まあ、基本的にはですね、同じですから。基本的にっていうか、まあ、同じですから。パートタイム従業員っていうことですから、この中にアルバイトも含まれますからね。だから結局は同じっていうことなんですけれども。で、これ見てみたらですね、条件がちょっと私が言ってるのとはちょっと違うところもありましたね。で、使用期間3ヶ月。これはその通りでしたね。で、契約期間が、契約期間12ヶ月ですね。1年間っていうことですよね。まあ、これはちょっと聞いてなかった。書いてなかったんですけど、まあ、でも契約期間12ヶ月っていうのは普通ですよね。この12ヶ月を、例えば私が果たしたとしたら、これ12ヶ月以上っていうことですから、ハローワーク行ったら、辞めた時お金もらえますよね。雇用保険に12ヶ月以上加入しとけば、これハローワーク行けますから。だからこういうメリットもあるなと思いましたね。12ヶ月以上働いて、で、まあ、当然雇用保険払うわけなんですけれども、それで、バイトや、パートか、まあ、バイトでいいですよ。お辞めて、ハローワークに行って、相談するという。まあ、そういうのありますね。お金ももらえますもんね。で、これです。保険関係。社会保険、労災保険加入、括弧勤務時間数によるって書いてるんですけれども、私は社会保険加入することになりますね。だ、まあ当然社会保険料払うことになりますけれども、同時にだから手取りちょっと減るわけなんですけど、この社会保険の加入の条件っていうのがありますよね。週に20時間以上、それで月給与が 8.8 万円以上で、さらには従業員が100人以上っていう会社ですよね。それで学生じゃないっていうことですけど、で、ここはもう、ギリギリですけど、該当しますからね。で、ここ1ヶ月私は、結構入れてるんで、13日出るっていうことにはなってるんですよ。だから計算上も8万8000円ちょっとオーバーするので、だからあれですね、やっぱり、これ該当するっていうことですね。それさっきなんか見てたら、この、今まで100人だったのが、その対象が、社会保険の50人になるみたいですね。それがですね、どれだっていつからかな、10月だったかな、今年の10月だから、
もうすぐじゃないですか。なんかそういうことどこかに書いてあったんですよね。こうやって探すのも結構めんどくさいんですけれども、まあさっき見たから間違いないですよ。こっち来る前に見てたので、今年の10月から50人以上の企業が、従業員を抱える会社が対象になるっていうことですね。いや、まあいいことですよ。で、社会保険加入するメリットって結構ありますからね。結局はその厚生年金とか、あとあれですよ、健康保険、ここら辺も企業と折半ですよね。だからそういうメリットもあるし、特に厚生年金に関してはこれあれですよね、将来の年金額が積み上がりますよね。だからこれはすごくメリットありますね。パートといえどもずっと働くメリットっていうのはすごくあるなって感じてますね。今まではそんなこと考えてなかったですからね。ただ面倒なこともあるんですよ。健康保険にもしその切り替えた場合に、会社のこれ14日以内にその国民健康保険返さないとダメなんですよね。だから市役所行かないとダメなんですよね。だからこれ市役所結構混むのでめんどくさいなと思ったんですよ。でただこれ14日過ぎたら、じゃあこれダブルで払うことになるのかって言ったら、まあダブルで払ってたとしても、まあ煩雑な手続きありますけど返してもらえますからね。だからここら辺はすごくいいなと思います。まあ厚生年金と健康保険、このメリットっていうのは大きいし、あと雇用保険もこれ大きいですよね。雇用保険、これ労災の場合、私が通勤時に怪我しても、これ怪我したらおりますよね。だからそういうのもメリットあるなと思いますね。これって国民健康保険には入ってませんからね。そういうの加味されてないので、仕事中に怪我したり、私がね、チャリ、ママチャリ通勤ですから、ママチャリ通勤でね、人を避けようと思ってガーンと倒れて怪我しても、この保険が効くっていうのは大きいですね。国民健康保険だったらそれカバーしませんからね。あとそう、コメントで、一昨日のコメントだったかな、なんか歩道走ってないですかっていう人がいたんですよね。これ一応写真上げときましょうか。これ言われるんで写真上げとこうと思ったんですけど、このエリアは、私のエリア、特に福岡市はそうなんですけど、結構東京みたいになってるんですけど、自転車専用道路、自転車ゾーンっていうのがあるんですよ。だからこの辺りはもうほぼトライアルの近辺ですね。もうほぼ全てが自転車専用道路っていうのがあるんですよね。ただ問題が、そこを歩行者が結構、そこに歩行者が結構いるんですよ。子供もそうですし、いい年した大人、ちゃんと自転車のマークあるのに、で、こっち自転車、こっちが歩道っていうことで、歩いてる人のマークがちゃんと分かりやすくしてあるんですけど、自転車のところ、結構な割合で歩いてるんですよね。だからそれは気をつけないとダメだと思いますね。まだ徹底されてないですよね、その自転車専用道路っていうのは。特に高齢者の人が多いです。走ってるのが、歩いてるのが。まあいずれにしても、まあこの、雇用保険もそうですけど、まあ社会保険ですね。社会保険加入するっていうことで、すごくいいことだと思いますよ。で、私みたいに、その、あんまり月働かない人、だから週20時間で、給料が8万以上ですね。で、そこら辺の人ですね。で、こういう人、これぐらいの人が、じゃあどれぐらい、そのお金、雇用保険料払うか、って言ったら1000円も払わないですからね。で、一つ例、具体的な例があったんですけれども、これは紹介しておきますよ。本当に具体的、480円ってどこかに書いてあったんですよね。ありましたね。雇用保険、
週20時間勤務で月8万円程度の収入があるパートの保険料、およそ月480円ですね。全然1000円いかなかったですね。480円ですからね、月。で、これを1年続けておけば、結局ハローワーク行って失業した時に給付が出ますよね。だからある程度は安心、まあ給付って言っても大したことないですよ。大した額は下りないんですけれども、まあ安心材料の一つになりますよね。なんだかんだ言ってみんなその安心求めてますもんね。パートにしてもパートアルバイトにしても会社員にしても、その仕事がなくなった後どうしようっていうのが一番大きい不安だと思うんですよね。その後、まあ微々たるものと言いながら、こうやって手当があるっていうのは、やっぱり大きいですよ。本当に。それは思います。それで私は、まあさっきも言いましたけど、労災ですね。労災保険もこの社会保険料の中に入るわけですけれども、そういうのもあるっていうのも、ちょっと安心は安心ですよね。ただこれがですね、私この自動車保険に入ってるので、個人賠償特約っていうのがついてるんですよ。だから、例えば私が自転車で怪我したり、怪我させても保険降りるんですよね。だから私の場合はですね、そこまで通勤中の事故に関して労災入ったから万歳とか、労災入ったから安心だっていうことはないんですよね。もともと車の保険に入ってますから、だから自転車で人をぶつけてもですね、お金はちゃんと降りるし、保証するっていう形、横に来たな、にはなるんですよ。だからそこら辺はあるんですけどね、あの細かいこと言ったら。結構車の保険っていいですからね、身の回り特約とかも入ってるし、それで自転車とかいろいろカバーするじゃないですか。だからそういう意味では、車持ってる人は安心ですよね。で、他車運転特約とか。私がこれ違う車運転して事故しても、私の保険が使えるんですよね。だからそこら辺は本当車いいなと思いました。まあ相変わらず脱線するんですけれども、いずれにしてもですね、社会保険料払ってそれで安心できるっていうのはすごくいいことだと思いますよ。で、社会保険料は、まあさっき言いましたけど、厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料、雇用保険料、労災保険料、こういったものが社会保険料っていうことですので、まあ一度軽く見てた方がいいかもしれないですね。まあ常識として多分知ってると思いますけどね。それで、まあ私の最初、ちょっと最初に戻るんですけど、これがあれでと思ったのが、勤務日が4日週程度ってなってるんですよね。私週3って言ったんですよね。で、確かに、週4日程度っていうことは週3はそうなりますよね。ただここの表記に週3程度って書いてほしかったですね。まあこのあたりあれですけど。で、勤務時間はシフト制。で、これもちょっとあれでと思いましたね。ちょっと違いますね。休憩時間、1日60分って書いてるんですよ。私は40分なんですよね、私の休憩は。まあフルタイムで働いて60分だから、私は40分だったって、そういう認識してるんですけれども、これも確か何時間働いたらどれぐらい休めっていうの法律で決められてましたよね。この後はちょっとはっきりしないんです。それはちょっと確認しようかなと思ってますね。それ、その他としては、実働8時間超勤務時に割増 125%。こういうのもちゃんと書いてますね。いや、ほんといい会社ですよ。で、まあこれで以上ですけど、思ったよりもっていうか、やっぱり大企業ですからね。それなりの大企業になるのかな、中小じゃない気はするんですよね。結構従業員いるんで。でもどうも大企業って1000人ですかね、基準が。そしたら何人いるんだろう、ちょっとそれも確認してないですね。でもいずれにしてもきちっとした会社っていうのがこれでわかりますね。きちっとその契約をきちっと交わして、それで担当者がいて、で、私とメールをやり取りして、それで署名くださいっていう形になってますからね。電子署名かと思ったら、ただ、ね、こう、名前書いて送りゃいいだけでした。だそのあたりはちょっと、ね、電子署名した方がいいと思うんですけどね。まあ、本日は以上です。いつもご視聴ありがとうございます。まあ、社会保険。まあ、入るべきだし、
加入義務っていうのがありますからね、ある程度いったら。だからまあ当然入るわけですけれども、入るメリットっていうのもすごく大きいし、良かったと思います。で、車でね、いくら保険入ってるからって言っても、労災保険入ることで、やっぱり安心できるなっていう面もありますから、だからそういう面でもいいなとは思いましたね。ただデメリットもありますよ。額、受け取る額が少ないのに、手取りが減るっていうのが大きなデメリットですね。これはまあ、デメリットなんですけれども、その分、ビビたるものですけれども、まあ年金、厚生年金が積み上がっていくっていう形ですからね。だからまあいいかなっていうふうには思ってます。じゃあすいません、失礼します。